じゃあ続きやっていくわ。おせんべい食いながらだからうるさかったらごめんね。まあ名門小学校合格で EQ を上げろって言ってるから EQ を上げるか。あ、すごい幼児ヨガとかあるじゃん。ちょヨガやってみるか。ヨガ今のうちにヨガやっとけば火してるし手足も伸びるもんね。ちょヨガやっとこう。ちょっとなんか友達付き合いができるダルシム目指すか。ヨガマスター、すごい。この子もうすでにヨガをマスターしたのか。将来が明るすぎる。ヨガマスター SR なんだけど。ノーマルノーマルノーマル SR なんだけど、これすごいじゃんヨガマスター。ダルシムボブミ。お、これで名門小学校合格あるじゃん。お、これでいけんじゃない、有名小学校。おい、ヨガマスターだし有名小学校もいっちゃうんだよお前。有望だな。ああ、幼稚園卒業。この日幼稚園の全ての子供と先生と一緒に写真を撮った。お母様はこれから幼稚園にもう行かなくてもいいと言った。あなたは嬉しかった。嬉しかったんだ。なんか俺だけ怖くない。ちょっとすごい過激な一面されてない俺だけ。服ないんだけど、こうヨガと新体操を組み合わせた。そんな子になってほしい。テレビ番組なんだ。中国には特技、特技は中国にある、ようこそスキルオブチャイナのスタジオへ。どうも。今回の脅しは魅力の選抜を中心とする何の特技で応募するか。特技の点数が高いほど、特技の点数が高いほど、あるいは評判に合う特性が高ければ高いほど受賞するチャンスが多い。それお前ヨガマスターだろ。うちのダルシムボブミに任せろ。ヨガマスターで行くぞ。オーディションに使う特技はヨガマスター。そうだ、これ取ったろ、ヨガマスターいけるぞ。ボブミスターダム。最後はこちらボブミからのヨガマスター。ボブミからのヨガマスター、曲名みたいだな。選手たちの見事なパフォーマンスでした。次はついに抽選コーナーだ。受かれ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 。今年の最高ポテンシャル賞は、お、さて今年の最優秀賞、これだこれこれ。今年も特技の達人の金賞はそんな安っぽい賞はいらねえんだ。来い。いや、EQ 高くなってきたな。感情のコントロールも覚えられるぞ。空気の読めない子は、ところ構わず泣くが、EQ の高い子は感情をコントロールできる。これ欲しいな。突然、マジもう無理って言ってリストカットされたらダメだしな。これは取っとこう。抱っこしてもらえなかったから、あなたは泣き続けた。でもお母さんは何もせずそのまま泣かせただけ。泣き疲れた後は、わがままはダメだって教えられた。なんか素敵だな。何となくこれを理解してなるべく泣かないようにした。なんかなんだろう、この文章に切なさがある。あ、おねだり変わってんじゃん。遊園地、国内のパクリテーマパーク。それはそれで誘われるな。ちょっと行ってみてえな。ゴム粘土、食べても大丈夫なゴム粘土、ただ高価すぎる。へえ。電子ピアノ、自分は元より子供も楽譜読めなくてどうする。エレクトーンを購入する。え、ゴム粘土より電子ピアノの方が成功率高いんだ。あ、そう、じゃあ電子ピアノですよ。おねだり失敗、おねだり失敗、おねだり失敗。嘘だろ。いや、娯楽アニメ。まあ、6歳だもんな。ちょっとアニメ見せるか。プリキュアとかな。ありだな。小学校に入った。やった。いや。いや、だいぶ可愛くなったな、ポップミン。小学校嫌だ。滑り台いないのは嫌だ。やっぱ団地の滑り台が好きだもんな、お前。この子がヨガマスターなのか。
ようこの親からあんな娘出たな。こら道でこんな音にしないでみんな見てるよ。ヨガ。それに小学校はたくさんの友達がいるよ。ちゃんといい子にしてればみんなから好かれるよ。いや、やっぱそのね、幼稚園から小学校とか小学校から中学校とかの環境が変わるのは怖いよな。これは違うなんとかみたいな。幼稚園卒業したらもう二度と学校に通わなくてもいいと思ったが、実はまだ学校生活が始まったばかりだった。相当嫌なんだなお前、学校行くの。お、コミュニケーション。どうやら売店にすごく興味津々だ。女の子だし欲しいものはあるだろう。これからは少しずつお小遣いをあげなきゃいけないようだ。ああ、小学校上がったからお小遣いあげるのか。まあ私の職業じゃこれしかあげられないけど、ちゃんと使えよ。お父さんなんかタクシー運転手みたいな話なかったっけ。金額はお父さんお母さんの職業に関係ある。ああなるほどね。お父さんお母さんがいい職業だったら、まあいい職業って言われたけど、収入が多い職業だったらお金がもらえるやつなんだ。いや、ボブミ可愛いな、めちゃくちゃ。うわー、メンツ勝負がある。いやでも今回勝てるぞ、ヨガマスターだからな。負けそうになったらなんかヨガファイヤーで燃やせばいいもんな、相手の家。ちょっとアルバイトしてみるか、じゃあ。アルバイト。床掃除と洗い物。あ、ちょっと疲れちゃうんだ。なるほどな。でもちょっと行こうぜ。洗い物するか。お前なんか、漬物が落ちたみたいな顔してんな。もらったお小遣い8。やったね。ちょっとこれ売店行ってみるか。ここは売店、面白いものを買える。ものによっては新しい学習や娯楽を解禁できる。お小遣いを使って自分の趣味を増やそう。キャンディー。ペロペロキャンディー。ストレスも遊ぼう。あ、この辺のやつはストレスを消してくれるんだな。ロンロンロンロロロンロン。感謝カード。感謝の心、いつもありがとう。両親の満足度35。俺もうこの時点で泣きそうなんだよ。俺はボブミから感謝のカードをもらったら泣くかもしれない。レゴブロック、娯楽。輸入おもちゃ。輸入おもちゃは着せ替えができるよ。マジ。筆箱。筆箱変身合体。俺が頭となる。いやー、筆箱欲しいなー。変形筆箱。一本の色鉛筆で静かな舞台劇を描こう。うわ、なんかおしゃれだな。MP3! 歌の道に進もう。MP3 なのかこれ、本当に。なんか違くねえか。一昔前じゃない。高っ。インディーゲームの死。インディーゲームの死ってなんだ。インディーゲーム文化がよくできるようになります。あー、雑誌の死ってこと。明日もスターになりたい。ここで勉強しよう。300。いやでもスターになってほしいな、ボブミニア。300か、高えな。とりあえず変形とか買おう。わくっそ、メンツバトル行くか。デュエル。相手は昔の仲いい人、今は海外にいて負けてられない。くっそ、海外住みか。どんなマウント取ってくるんだ。私は海外の大学に通ってるんだけどみたいな。いや待って、小学校だな。海外のアメリカの小学校に通わせてんだけど、そっちは何、公立みたいな。マウントを取ってくるかもしれん。でも俺にはヨガマスターがある。任せろ。負けそうだったら家燃やす。息子が海外から持ってきたチョコをあげる。なるほど。まあでもうちの子はジャックアダも喋るわけだから。どう、チョコなんかいいの。すごいね、うちの孫もできる。あら、そう。でも私のボブミは
歌合戦出たのよ。そんなことできる？孫は食べるのが好きだから体丈夫だよ。やばい、こいつもうこれ以上ないぞ。いけ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 。丈夫と言ったらうちの子はカタツムリみたいに硬いわよ。おいで、得意のカンフー見せて。あらあら、そちらはカンフーでもこちらはヨガよ。うちの子は回転しながら爆中できるわよ。うちの孫はジャッキーチェーンを目標にしている。それは関係ないだろ。仕方なし。突然切腹をするな。人と人とは違うわ。くそ、特技が足りない。もう一個特技が欲しい。あ、でも、メンツ上がった。やった。勝ったぞ。やっぱヨガマスターすげえな。おねだりいけるだろ。おーい。わー、ついに初めての中間テストだ。把握したスキルが多ければ多いほど高得点の確率が高い。それダメ？ヨガじゃ。ヨガ数学とかじゃダメか。ちょっと電子ピアノ買ってよ。あと、よし、うちの可愛い子ちゃん。どうぞ。成績、国語、64、数学、4。英語、0。理科、0。お前、国語はすごいな。最下位から2番目に上がったわけで褒めてもらうつもり。私に恥をかくすのだけはやめてくれない？もう、国語以外に関してはどうしたんだ、お前。英語、理科、文化に関してはどっか行ったろ、サボって。数学4って。まだ0の方がマシだったよ、じゃあ。あー、メンツ下がった。学校で器物を挟んで先生に捕まった。こっちですね、処分を待つのが初めてだった。なんだか山賊王シルバーロジャーになった気分。お前何してんの？あ、お小遣い100円出されてる。あんな頑張って稼いだのに。小学校初登校、初めての小学校、新しいランドセルに新品のペンケース、ワクワク。めちゃくちゃ怖い。よし、300貯めたぞ。これで芸人の芸能の応募しようか。これで、これで応募しに行こう。疲れた。なんで体育の授業があるんですか？そんなこと言わないで、そごうさんを見てみて、毎日自主練してるんだよ。すぐ触り出す男の子が嫌い。ボブミ超クールじゃん。買ってよ、お前。あ、これは買ったやつか。演技の潜在能力開発、記憶力と魅力。魅力高いよな。920もあるぞ。じゃあ、記憶力と魅力を上げるか。課金スマホゲーム。イライラするときは1万点をぶち込む。これダメだ。これダメだ。やめよう。ちょっとストレス解消させるか。ミルクちゃんとか食うか。あと、風船ガムもな。ちょっとたまにはこうやってお菓子を買ってあげよう。抽選何？40点で1組の番号がもらえる。当選番号に4つ当たれば1等賞で全ての賞金もらう。いいじゃん、買おう。宝くじは40かかるね。28か。また来るぜ。試験の成績が悪すぎたせいで、そんなに頭が悪いのはうちの子じゃないってお父さんが言った。辛いよ。もう、分かったよ。勉強すればいいんだろう。成績32点。3点。あ、英語ちょっと増えた。よかった。いや、ちょっとこれは褒めてあげよう、もう。まあ、バカはバカだよ。すげえバカだけど。サボんなくなったから、見てよ。ちょっと点数は下がったよ、国語に関しても。もう半分以下になったけど。まだマシだったら国語も半分以下になったし、数学も1点下がったけど、途中からね、英語はもう34だし、もう、どっかバックれないだけでもいいじゃん。な。先生はいつも成績のいい子をひいきしてるのに気づいた。
それはみんなの競争意識を高めて勉強欲を持たせるためだとお母さんが言った。本当か？許せねえな、こっちはバカだから。つまりボブ以外の子の方をひいきしてるってことだろ。許せねえな。燃やすか。健康診断で生まれつき人と違うところがあると判明した変なやつだと笑われた。ボブミ大丈夫かお前。どうしたんだお前。なんかあったのか。病院行くか。